太古の力アイアンバインド墓地から太古の吸血鬼の領地を回収するようフランサドリに指示された。意外に残っているマレコの名残をブラッドストーンの聖杯に移行させることでその中身を飲んだ時に得られる力の持続時間が伸びるはずだ。 OK やりましょう。アイアンバインド墓地骸骨だ。西向きに進めばいいんだね。雪が降ってきた。一回南に下って登り直した方が早いか。宿に泊まってスキルボーナスもらっとくか。十分な休息スキルアップ 10%。そうそう、魔法をそろそろ極めそうなんでね。100になったらなんだっけ、達人魔法っていうやつを使ってみたい。泊まりたいのか、それとも食料か。泊まりたい。いやあ旅人、ナイトゲートで欲しいのは食料か宿か。噂ではモーサルのファリオンが吸血鬼とかドラウグルとかあらゆるアンデッドを研究してたそうだ。それは聞いた。噂ではリフテンに顔を変えられる者がいるらしい。外見を完全に変えるんだ。信じられるか。もちろん一泊でいいな。お部屋へご案内します。こちらへどうぞ。他に何か必要なものがあったら何なりと。よし、十分な休息。スキル上昇が 10% 早くなる。
そして魔法を極めてやろう。あ、セラーナの杖装備しようか。これ今度は何？それは役に立つと思いますわ。これすぐに充填が切れちゃうんだよね。充填切れると装備しないんだ。はい。さて、何がありますかしら。よし。二人揃ってかっこいいぜ、装備。来たね。来たわ、こっちか。行かん。あれかな。協力し合おう。中に何が待ち構えているかわからないからな。大事なのは宝物よ。ウロコ野郎の残党を追い払って行きましょう。静かに去る。何かいるぞ。どうも、吸血鬼です。言い争うのにも疲れてきたよ。サルマさんがあくまで無茶をやりたいのならもうやらせるまでさ。中に入って宝物をどっさり取らないといけないの。心配性の連中は待つべきだと考えてるみたいだけどね。変な気は起こさないでよ。こっちが最初に来たんだから。金、銀、それと宝石もかしら。見つける方法は一つだけよ。リームが何て言おうと関係ないわ。いい加減中に入って宝物を見つけないと。一人ではダメ。間違いなく全員分あるはずよ。行きましょう、ビームじゃ。出発よ。そう簡単には逃げ切れないわよ。魔法スキル上げたかったんだけどな。魔法だと誤爆しちゃいそうだね。しょうがない。どこから来ました。充填は十分だね。誰？
ガスリックの墓を見つけたんだ。ガスリックの墓、どこかに入れる場所があるはずだ。周囲を調べよう。こういう廃墟は避けるようにと教わりましたけれど、ようやく理由が分かりましたわ。スイッチ鎖どこだ。ここなら間違いなく金持ちになれるわね。あるじゃん。やったわ。中に入りましょう。誰かいるの？どこから来ましたか？誰かいるのか。
回復してる間に倒されちゃった。ねえ、あれを見て。ここなら間違いなく金持ちになれるわね。まだだ、気を抜くな。アルゴニアンで魔法使って目がつぶら、珍しいよね。さあ、いよいよだ。ガスリックが待っている。何を言っているの。さっさと宝物を手に入れて行きましょう。ダル、娘一人にガスでご始末してもらうのは無理なんだが、もう一つ君に頼みたいことがある。ガスリックの力を完全に吸収するには血の生贄が必要なんだ。君の血でこと足りるはずだ。お互い労力を省くためにも無駄な抵抗はしないでもらいたい。死にとこないが。ビーム、何だ。あ、こっちよ。近接した方が早いか。チームワークの勝利ですよ。やっぱ近接した方が早い。娘の安全を守れば自由も、喉から手が出るほど欲しがっている本も両方手に入るでしょう。しかし神々にかけて娘に何かあればあなたがブラックマーシュでしたことを私が取引する全ての人が知るでしょう。
なんか知らんが落とされてる。フォース護衛を頼まれてたのか。あれ変わっていく。どうした。父は一度もビームを信用しなかった。過保護な親心のせいだとずっと思っていたわ。わからない。ビームジャは本当に小さい時から世話をしてくれた。少し休んだらハイロックに戻るつもりよ。構わず行って。しばらく一人でいる方がいいみたい。普通の火炎じゃないんか。ほう、エンチャントが2つついてる。走れなくなっちゃった。太陽は好きではありませんけれど、これよりはマシなはずですわ。あの建物は何だ。ああ、リフトか。戻るか。
赤い魔法スキルを100にして。建物の中に入りましょう。洞窟でも構いませんわ。とにかく火の届かないところへ。達人魔法を覚えるところも取りたいな。次に取ろうかな。巨人でも倒せば上がるかな。レベルまだまだ低いし。ここでの暮らしはいいことずくめだよ。そうだろう。素晴らしい。では聖杯に注ぐものをすぐ準備することにしよう。本能に従うんだ。邪魔をしなければ両腕いらないでやる。簡単だろう。初めは1日1回クエストやって3日になって、今ので5日になった。でもこの魔法はあまし使わないんだよな。強いんだろうけど。ヴィンガルモの口から出た言葉は一語たりとも信用に値しない。それを忘れるな。あ、そうだ。マッド。マッド。前回吸血鬼にした人のその後でも見に行こう。宿屋だから夜でもいるだろうし。ハランさん、目が赤くなってるだけかな。いっぱい飲ませてくるねえな。消えろ。あ、いた。寝てる。暗闇がこんなにも色彩豊かで、夜の空気がこれほどまでにかぐわしいとは。素晴らしいプレゼントありがとう。どうか私の棺を使ってほしい。必要な時にはいつでも。棺？目が赤くなってたね。セリフも変わったし。でもそれだけか。